今日もあなたと百姓天国本日は9月の18日、合ってます？月曜日、敬老の日、休日なんですね。3連休なんですか、世間は。ああ、知りませんでした。はいはい、捧げが大きくなってきましたね。まだ実はついてませんけど、早く欲しいですね。このところちょっと端境期でね、ちょっとお野菜のあの種類とかね、葉物と芋とかぼちゃっていう感じなのでね、ちょっとあのレパートリーがあまりにもこうちょっとね、多様性がない感じでね、早く欲しいんですけど、どうでしょうかね。この間撒いたインゲンがようやく発芽してきましたね。まあ出てきてもらわんとそれは困るんですけどね。豆はね、どれだけ乾いていても雨がなかろうがあろうが、豆は出てきますんでね、一切心配することないですけども。はい、ということで今日は何やってるかって言いますと、よいしょ、はあ、はい、今日ここにね白菜を植えますね。前半戦のものはね、ほぼ多分見てないですけど諦めてますんで、あの多分綺麗に、壊滅して、片付ける必要はありませんから、綺麗になくなってね、あの防虫ネットの中が綺麗になって、それで虫はどっかにね行ってしまいますから、あの巣立っていくんですよね。あのなんかこう、あのほら飛ぶやつになってね、成虫になって、そして飛んで綺麗になくなりますから、あのあえて何かする必要は一切ありませんのでね、はい、あのそういうこう無駄なことはしないってことですね、はい、諦めてすぐ別の次のところに手を打って、こうやって、マルチ張ってね、すぐに白菜今日何百株か植えますけれどもね、こんな感じでやっていくだけのことですね、はい、あの諦めとその戦略転換がすごく大事ですね。そういうふうにしてどんどんやっていけばいいだけのことなので、何も難しいことはありません。本当はね白マルチ張りたかったんですけど、見たらもう在庫なかったんでね、もうあの9月のね終わりぐらいでね、まさかこんなに暑いとはね、本当言うと白マルチの方が良かったと思いますけど、まあまあいいです、黒マルチでもね。10月になったら多少ね気温下がってくると思うんですけど、まあそれにしても暑いですな。だから今日もまたスマホ例によってね途中で止まると思いますけど、今日の夜に届く予定ですアクションカメラね。ただそれ中古で買ったんでね、どこまで使えるかは分かりません、ね、やってみないと。なんだってそうですけどね。はい、ということで、よいしょ、穴開けていきましょう。どんな感じやるかね、どんな感じやるかね。あんまりあれか、まあいいや暑いからね、あんまりなんか難しく考えられないですよね。これもどれだけねできるかですよね。実質これがまあ秋の一発目ってことですね。あのおそらく白菜全部消えたと思いますので、だからこれで今日が9月の18日、10月の終わりからぐらいからは出せそうな感じはありますけどね。どうでしょうか。今日も暑いですわ。ちょっとね撮影とかもしなきゃいけないんですけど、ちょっとできません。事務局の人すいません、あのちょっと撮影できる状態にはありません。ですので終わってからね、今月末行って、それから帰ってきたからも撮影しますのでね、ちょっと状況がいろいろね、まあ、はっきり申し上げて、こう営農しながらねこういうことをやるというのはもうできる限界を超えておりますのでまあでも新しいことやるっていうのはそういうことなんですね。だから世の中にねそういうニーズがあってもなかなか出てこないというのは理由があるわけですよ、どうしたってね。まあそれはしょうがないなと思います。ちょっとマルチの張り方が甘かったですね。
9月の18で30何度ね。まあ今年は本当に参りましたな。今年は本当にやられましたね。とりあえずこんな感じ。株間30センチですね。レタス菜です。白菜はねまだまだここから10月の終わり、11月頭ぐらいまで、まあ基本10月終わりですけど、あと1ヶ月ねありますので、ね、11月入っても多分植えてもね大丈夫かなって感じですね。うちは結球しなくてもとう立ち菜として出していきますので、何ら問題はないわけですね。結球しようがしまいが、まあある程度結球するやつももちろん必要なんですけども、結球しなくてもね全然問題ありませんので、まあ白菜はだからキャベツ以上にね数はたくさんね、種まいて苗がちっちゃくてもねだから気にせず植えていくわけですね。はい、で結球しなくても3月ね遠立ってきますので、それで使うと、そういうことでございます。取っとかないで、苗があんまり良くないですけどね。まあまあちょっと徒長気味、どうしてもねこの時期暑いですから、よいしょ、植えていきます。今日はね張ってるマルチは150ですね。はい、暑いんでねこれも今日は黒缶冷車かけます。で雨が降ってくれるといいんですけどね、どうですか。しばらくなんか雨降りそうにないですよね。今日も冠水ですよね。数が多いからもう分けるのやめようかな。よいしょ、よいしょ。結果が多いな、これ。うん？どうなってる？よいしょ。はい。あ、もしかしたらあれじゃない？皆さん角度が見にくくないですか？よし、角度調整しました。コロナが見やすくない。すいませんね、いろいろね見にくくて申し訳ないですけど、合ってます？申し訳ないですね。
風がなくてね、だからやっぱりなんか夏なんですよね、陽気がね、風が冷たくないもんね、普通ほら冷たくなってくるじゃないですか、そういう感じが全然ないですよね。あ、撮影しましたね特に話すこともないんですけど、今日は300-400株ぐらい来たいですね、植えちゃって。まあこれ一発目なんでね、大事なんですけど、ちょっと暑いですね、枯れる可能性がありますよね、ちょっとプレッシャーですね。暑いのはいいんですよ、暑すぎるってダメだっつってんじゃんって話でね暑すぎですよこの9月の終わりにね、もう本当に勘弁してほしいわ。これでだいたい100株ぐらいですね。今日できれば1ベッド半ね、1ベッドこっちも含めてね、とりあえず白菜ね行っておきたいんでね、よいしょ、9月はね白菜と大根ですからね。今週また木曜日ね、研修生と大根がっつり巻いてね、まあ大根はね巻いときゃいいんで別に何ということはありません。あの全ての野菜の中で大根が一番作るのは簡単ですからね、まあ、あの出荷するせないにかかわらず直巻きしておけばいいだけのことなのでね、片付けもねマルチがないんだったらそのまますき込めばいいし、ね、まあ大根には本当に僕はこの20年間ね救われてきましたよね。全ての野菜の中でね大根が一番作りやすいんですね、ありがたいことですよ。まだ撮影できてる。はい、ということで、はあ、今日は頑張ってね白菜を植え付けます、はあ、捧げ早く欲しいですね、はい、だいぶ後ろに引っ張っててね、この感じだと10月にね、10月入ってから出荷、そしてインゲンがねおそらく10月の真ん中から終わりぐらいね、だから10月のね末ぐらいに豆ができるとねいいかなっていうのはですね、真夏がやっぱりね、うんって感じですけれども、はいはい、ということで今日は白菜を植え付けている百姓農園の動画でございました。それではまた。